ムーサイ・ブラーヒームは、リビアの人物。2010年4月1日より、カッツァーフィー政権の情報省を務め、2011年、リビア内戦の際には、連日のように、カッツァーフィー政権側の報道官として登場した。ムーサイ・ブラーヒーム1974年にカッツァーフィーと、同じカッツァーファ部族の出身。ドイツ生まれの妻と息子が一人いる。2000年代めに、エクセター大学で、 政治学を学んだ。その後ロイヤルホロウェイでメディアアートを学んだ。2011年4月5日、カッザーフィーはリビア統一の象徴であり、対人についての一切の協議を拒否するという声明を発表した。5月1日には、ナトー軍による空爆で、カッザーフィーの息子一人と孫3人が亡くなったことを発表。 カッザーフィーを標的とした攻撃が行われたと強く非難した。8月23日に首都トリポリは反政府勢力の支配下に置かれ陥落、カッザーフィー政権も崩壊した。その後もイブラヒムは逃亡を続けたが2012年10月20日にトリポリ近郊で身柄を拘束されたことが明らかにされた。スカイニュースのインタビューに対して 自分は15年間ロンドンで過ごしており、ロンドンのすべての通りを知り尽くしており、また、イギリス人がどんな人々であるかも知っている。と語った。ありがとうございます。